どうも、キリスの山田です。おいしょ、板チョコ。直角。気持ち悪いよ。というわけでですね、今回、まずラビット、都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、都市伝説の世界的権威、ミスター汗を呼んでいます。うわふふどうぞ。こんばんは。ナイスですこんばんは。よー、ミスター汗、もう下がってるぞ。お前も気持ち悪いよ。今回の都市伝説は、日本では女性から男性に愛情を伝えるという名目で、企業戦略によって広められたバレンタイン。実はバレンタインの起源をたどると、生贄の儀式だったかもしれないよね。というわけでですね、今回はバレンタインの起源について触れていきたいと思います。バレンタインデーとは、主にキリスト教圏の欧米でカップルが愛を祝う日とされてるのよ。日本では女性が男性にチョコレートを贈るという文化があるけども、それは日本だけであるとは言われてるのに。別に超嫌いだし。誰もあげたくねえんだよ。この文化が広まったのは1950年代で、流通業界や製菓会社が販売促進のためにバレンタインデーをチョコレートを贈る日にしたらどうかと考えられた企業戦略であるという都市伝説が有名だけども、これはほとんど事実と言っていいのね。あのね、アラビア圏では、チョコレートを贈るっていうのは修行所の理由で禁止されてる。あ、そうなんですか。で、その代わりにガリガリ君を送ってあげる。おい、本当ですか。今思いついた。信じちゃった。そして厳密にはバレンタインデーにお菓子を送るという文化は日本だけではなく、韓国や中国、台湾、イギリスなどにも似たような風習がある。バレンタインデーはキリスト教の司祭バレンティヌスから来ているため、聖バレンタインデーと言われるので。しかしその起源は悪魔的な儀式だったと言われてるのよ。実はバレンタインデーの元となったのはキリスト教ではなく、古代ローマの神々を崇拝するルペルカリーヤ祭だったと言われてるのよ。ルペルカリーヤ祭は2月15日に行われていたとされており、ヤギや犬などを生贄に捧げる儀式が行われていたのよ。そしてその皮を剥ぎ取って鞭を作り、その血まみれの鞭を持った全裸の男が神殿の外を走り回り、未婚の女性を鞭で縛くという現代では狂気に満ちた儀式が行われていたのよ。たじってくんな。向いてるよお前。しかもその鞭で縛かれると多くの子供を産むことができると信じられていたため、女性たちは喜んで自ら縛かれに行ったと言われている。そしてこの頃の古代ローマではキリスト教が勢力を拡大していき、313年にローマ皇帝コンスタンティヌス1世がキリスト教を公認してからも何度か廃止を試みたものの、この慣習は続いたとされているのよ。さらにこの時未婚の女性たちは自分の名前を書いた札を桶に入れ、くじ引きでカップルを成立させ、その相手と一夜を共にするという慣習もあったという。しかしある時我慢の限界が来たのか、当時のローマ皇帝ゲラシウス1世がルペルカリーヤ祭は性的な乱れを助長し若者の風紀を乱しているとして廃止されたの。さらにそれに対する反発もなかったとされている。これほどまでに根強い人気があったこのルペルカリーヤ祭の廃止をどのように納得させたかというと、偶然存在した聖バレンティヌスの伝説を利用したということなのよ。聖バレンティヌス伝説とはこの時から200年ほど前の出来事で、当時のローマ皇帝クラウディウス2世は兵士たちに愛する家族を置いて戦場に出ると士気が下がるとし、兵士の結婚を禁止したのよ。俺バレンティヌ持ってるからな。盗んでやった。そして当時キリスト教の司祭だったバレンティヌスは、結婚をしたくてもそれが許されることがない兵士たちのために内密に結婚式をさせていたので、しかしその噂が皇帝の耳に入り、激怒した皇帝はバレンティヌスに対して厳重に注意したのよ。しかしバレンティヌスはそれを拒否し、最終的には彼は禁じられた兵士の結婚を司った罪で処刑されたのね。関さんもね、原宿でバレンティヌのパーカー1000円で買ったんだよ。本当ですか。うん、なんか閉店セールっていうからさ、すごい安くしてもらったんだよ。毎日閉店なんだ。そしてその日はルペルカリーヤ祭の前日である2月14日だったの。さらに偶然にも2月14日はローマ神話においての結婚の女神ユーノーの祝日でもあったので、どうしてもルペルカリーヤ祭を廃止させたかったキリスト教サイドは、結婚という共通点からこのバレンティヌスの伝説と女神ユーノーの祝日だったことを無理やりこじつけてローマの人々を納得させたのよ。こうしてローマでキリスト教が普及する以前から存在していたルペルカリーヤ祭はキリスト教由来の祭りであるという解釈に変更された。ちなみにくじ引きの話は、当時のキリスト教会がローマの慣習は野蛮で不死だらであったというイメージを植え付けるための創作であった可能性もあるとされているのよ。こうしてルペルカリーヤ祭から発生して2月14日はバレンタインデーとして定着し、現代に受け継がれているということなんです。うんこでいいからくれよ。いっぱいあげるよ。取材には一切応じない異様な雰囲気を醸し出している。私何にも知らんから、そんな関係ないっていう。命を取られてしまうと噂されている。なんで知ってんの。動画撮ったりとか。ああ。